アドオン作るのめんどくさい。やめたらええんとちゃう。そしたらつまんないじゃん。まあ、でも気持ちはわからんでもないわ。これ、単純作業が意外と多いもんな。そうなの。もうちょっと、サクサクっとアドオン作れたらいいのにな。そういえば、ウプ主がまた新しいツール公開したみたいやで。そうなの？どんなん？マニフェストズ寸自動生成ツールってやつ。ああ、あのアドオンに必須なファイルなのに、地味に作成が大変なやつだ。確かに、これを自動化できたら時短になりそう。この動画では、このツールの使い方を軽く説明するわ。まずは、このページにアクセスしよう。概要欄にリンクがあるで。それで、ちょっとスクロールすると。なんかあるね。いろいろ入力欄があるけど、まずは、これは、スルーしてとりあえず下にある、生成するボタンをクリック。なんかスクリプトが出てきたね。上に出てきたのが、ビヘイビアパックのマニフェストズスン。下にあるのが、リソースパックのマニフェストズスンに、それぞれ相当するやつ。これってそのまま使えるのかな？せやで、試してみよっか。右上にあるコピーボタンを押すと、このスクリプトをコピーできるから、これを押して。エクスプローラーを開いて、デベロップメントベハビアタックスを開こう。ここでフォルダを新規作成して、適当な名前を命名。そしたらこれをダブルクリック。次に、フォルダ内でファイルを新規作成。作成されるテキストファイルを、拡張コマで含めてマニフェストズスンに変更しよう。ここで警告が出ても、はいを選択。これをテキストエディタで開いたら、さっきコピーしたコードをそのまま貼り付け。これで、マニフェストズスンが完成するってことか。せやで。リソースパック側も、同じことをやっていこっか。先ほどのページに戻って、リソースパック側もコピー。デベロップメントリソースパックス内にも、同じように、フォルダを新規作成して。さらに、マニフェストズスンを作成。そして貼り付ければいいのか。この状態で、ゲーム画面を確認してみると、新しいアドオンがある。こんな感じで、簡単に作成できるってわけ。ちなみに、UUID は自動生成されるようにはなってるけど、リソースパックとビヘイビアパックの依存関係は保たれるようになってるから。心配せんでもええで。ちなみに、さっきの入力欄だけど、名前とか説明文が設定できるのかな？せやで、一応、デフォルトで名前がつくようにはなってるけど、ここをカスタマイズすれば、任意の名前も OK。生成するを押すと、スクリプトの方にも反映されるし、これをコピペし直せば、アドオン側にも反映されるで。ちなみに、適当な画像を作って、これを、同階層に、パックアイコン PNG として保存すると、アドオン選択欄にも反映されるので、ぜひ。最後に、スクリプト API 対応版について、ここにあるチェックボックスをオンにすると、スクリプト API に対応したマニフェストズスンが生成されて、ここにある入力欄で、そのバージョンを指定可能。実際にこれで、生成するを押すと、ディペンドエンシースに色々追加されてることがわかるな。なるほど、これは便利だね。実際に、ビヘイビアパックのフォルダー内に、スクリプツというフォルダを作成して、さらに、その中に作成したメイン JS の中に、実行を確かめる簡単なスクリプトを書いてみよう。マイティックメッセージを表示する感じでええかな。実際にアドオンを有効化して挙動を見てみると、メッセージが表示されてるね。こんな感じで、ちゃんとマニフェストズスンが生成されてることがわかるな。ということで、今回の動画はおしまい。要望やバグなどありましたら、コメント欄までお願いします。